こちらシュプリームとホンダとフォックスのコラボレーションアイテムですね。でこれいろいろ出てるんですけど、まずはジャケットから見ていこう。これもろにホンダって書いてあるけど、どう見てもホンダですけど、これはシュプリームなんですよね。こんな感じで、裏見た HRC とシュプリームのロゴがあるという。バックプリント見てやっとシュプリームと分かる感じやね。あとは腕のところにフォックスの、フォックス HRC とかのロゴがありますね。これでも中身というかベースはフォックスなんでしょうね。フォックスが作って、グリーンと赤と黒があり、素材はこれなんやろな。こう見た感じ綿っぽいんやけど、綿っぽい綿のジャケットっぽいですね。なんかあのスタジャンとかの素材と一緒っぽいね。で中はキルティングになってて、昔のあのラベンハムとかのあれみたいね。こう赤色がいかにもホンダっぽい。あとはこの黒キーね、黒キー、どっちもあの CRM のカラーリングやね。このジャケットが何本ですかね、44,000円、結構しますねやっぱり。で、まあ、人気なのが黒色みたいね。黒色はもうラージサイズないっすね。どっちにしろこのオタク丸出しのファッションですが、こういうの結構好きなんだよね。で、これ元ジャージと元パンもあって、いかにもオフ車乗りの感じですが、まあ、元ジャージが 24,200円、高え。で元パンなんぼやろ。元パンありますね。元パンは 35,200円ですね。はい、これもシュプリーム、ライドレッド、フォックスロゴが入ってます。多分ベースはやっぱフォックスなんでしょうね。フォックスのベースで、でロゴをシュプリームとあのホンダが借りてる感じか。あとはね、バイクアイテムとしてはグローブありますね。こちらのグローブも高いですね。 13,200円。売れてないですねあんまり。さすがにグローブで 13,200円は高いぞ。今はね、あのバイク用のグローブ、この手のは結構充実して、まあ5とかがいろいろ出しているので、これもありますね。クルーネック、スウェットかな。でバックプリントがすごい、うるさい、バックプリントうるさい。まあこういうのもね、これも高いな、27,500円。スウェット3万するで、はい、ゴーグルは23,100円。まあ、シュプリーム、これはね、あのスキーとかスノボにも使えますね、多分。知らんけど使えるのか。これヘルメットだけはちょっと適正価格で、ヘルメットのみ適正価格なので売り切れてますね。ソールドアウトになってる。ヘルメットがね 38,500円で、まあこんなもんかなって感じやな。でロゴもシュプリームの方がでかくて、でちゃんとフォックス、ホンダのロゴも入ってて、カラーリングもド派手で、なんかいい感じっすね。売れてんのは多分メットだけっすね。他のはちょっと割高なんで、なかなか手が出ない人が多そうやな。特にこのフード、ジップアップジャケット、めちゃ高えな。44,000円。で、税込みやったらナンバー 10% やから、48,400円か。これ5万すんのかい。まあでもそんなもんか。これ着て歩いててもなんかバイクオタクのおっさんとしか見えへんよな。これ着こなすやつおるんかな。これをおしゃれに着こなすやつおらんやろね。みんなもうバイクオタク丸出しで歩くしかないよね。逆にそういうバイクオタクっぽい、バイク屋っぽいファッションが好きな人はいいかもね。ただホンダオタクに見えるよな。このバックプリントでシュプリームって見えて、ああれかってなるけど、これそっ、あの前から見たらただのホンダオタクやからな。サイズ寸法なんか載ってますよ。ホンダフォックスレーシングっ
パフィージップアップジャケット XL が XL って XL も売ってないやな。 XL なんか長いやん。 L で袖丈86の身頃が66、着丈が66。どうなんやろな。まあ街着では、街で着るのは L でもいいけど、バイクに乗るとしたら着膨れしたいから XL が欲しいところか。これでも XL 売ってないよな。これあったかいんすかね。でもキルティングになってるけど、この手のあのキルティングのペラペラなのが12月末になってくるとね、これ寒いんすよね。はい。なんか昔なんかラベンハムとかいうメーカーのブランドのあのキルティングジャケットが一瞬だけ流行りましたけど、あれも寒かった、めっちゃ。5万か。でもちょっと欲しいよな。ちょっと欲しいな、なんか。なんかね、やっぱね、このホンダの、このオフ車のなんかカラーリング、なってるのがいいよな。これでも相場いくらぐらいなってるんですかね。ちょっとヤフオク見ますか。なんかグリップあるやん、グリップ。シュプリームのグリップ、これ本物っすかね。2018年の春に出たやつだって。あ、売ってますね。国内正規品、ほんまかよ。S サイズいらねえな。本物は 44,000円で売ってるのが、あ、全然売れてないっすね。はい。転売屋爆死か、これ。転売屋爆死してんな、これ。転売爆死してるやん、これ。ヘルメットと、あ、メットだけなんか売れてんな。ちょっと待って。いらねえ、いらねえ。なんかメットだけ売れてますね。メットは5万円で売れてる。XL サイズのメットは5万円で売れてますね。まあ、公式サイト売り切れてたからな。